あのね、本当ね、あんま言いたくなかったんですよ。このことはもう触れたくもなかったし、もうスルーしてたんですよ、ずっと。ただもう本当にね、これなんていうの？決勝ワンチャンブーム？このお祭り騒ぎっていうの？この便乗祭りみたいな決勝ワンチャンの。もうツイッターとかで見かけるたんび、臭くてかなわんなと。正直あんま言いたないよ。あんま言いたくないし、本当に決勝ワンチャン好きだと、もう10年嫁だと言ってるね、思ってる人には本当に申し訳ないんだけど、ちょっとそれ以外の奴らが、もうあまりにもうぜえなと思って、くせえなと思ったんで、ちょっとこのね、3パターンの人間に対して、ちょっとね、言わしてもらうわ、今回。けどもうズバッと言わしてもらう。まず、1パターン目。ツイッターね、みんなやってたらわかると思うけど、もう最近ひどいよ、本当に。もういつものね、あのあいつらだ、あいつら、もういんなフォローだけ稼いでの決勝バンチャの画像を使って、決勝バンチャ可愛いと思う人 RT 相互フォローみたいな、みんなで共有みたいな、バカみてえなツイート、知能レベルゼロのあのバカみてえなツイート、なんなんあれ。あともうしまいには非公式決勝バンチャンボットみたいなの作って、決勝バンチャンのなりちゃみたいなのやってさ、あのねフォローよろしくみたいな、なんやあいつは本当に。なんでお前らやろうどもとね、萌えキャラを共有せなあかんねんと。決勝バンチャン可愛いのなんかみんな分かってるわ。予告編見た段階にみんな分かってるわ。通行で誰よりも先にみんな分かってるわ。なんでお前らと共有せないかんねんと、あれを。意味が分かんない。あいつらはもう結局リツイート稼ぎたいだけ、フォロワー増やしたいだけ、便乗してるだけ。はっきり言いますわ、便乗してるだけの高校生。はい、2パターン目。あのねあれだよ、あのコスプレイヤー、もうね分かってると思う、ちょっとね炎上してました。台湾かどっかのすごい美人なコスプレイヤーさんがいて、まあ決勝バンチャンのコスプレを結構早い段階にしてた。こうやってねピースしてね、ちょっとエロめな角度でやってて、そこがね別問題じゃないんですよ、実は。これね、炎上した理由は、その画像、そのツイート、すごいリツイートされた後、ツイートね、返信した人がいっぱいいるんですよ。我々じゃないよ。我々じゃないけど、アニオタ、アニメアイコンの子たちがね、ツイートしてるんです。その投げかけたツイートっていうのが、やめろと。何が決勝バンチャンだよと、お前。全然可愛くもなんともねえよと。それをツイートして、2チャンネルでも取り上げられましたけど、結構炎上したと。もっとやれと。もっと言っていいよ、正直。もうはっきり言うけどさ。はっきり言うよ。そのコスプレイヤーさんに関してはっきり言うけど、便乗してるだけです。もう、はい、決勝バンチャンが人気出てる。早くポチんないとって、アマゾンでコスプレグッズベーってポチって、そして、ペシって。決勝バンチャン可愛いでしょうじゃないんだよ、その子たちは。私可愛いでしょう。それ、もうそれだけ。それだけだから。はっきり言うよ。コスプレイヤーさんで、最近のコスプレイヤーさんにも言っておきますわ。本物のコスプレイヤーさん。旬なんか関係ないです。本当にアニメが好きで、いろんなキャラクター好きな、本当に好きなキャラクターをコスプレして、自分に似合うキャラクターをコスプレしてみたいな、それですからね、本物のコスプレイヤーさんで。旬とか流行りとかリツイート稼ぎじゃないですから。本物、天地さんを見習え、天地さんを見習え。はい、3パターン目。長縄マリアさん、かわいい、知らなかった、なんやねそれと。長縄マリアさん、なんかずーっと知っとれ、むしろずーっと知っとるわ、みんなずーっと知っとるわ。玉木ちゃんもそう、ステラの玉木ちゃんもそう、カンナちゃんもそう、メイドラゴンのカンナちゃんもすげえ可愛かったじゃん。カンナちゃんもそうだし、あ、最近のカムイちゃんね、カムイちゃん、戦国カムイちゃんも可愛かったし、スロースタートのみんな知っとるわ。長縄さんがあのポテンシャルも、おかしいぐらいやわ。そんな急にボーンじゃなくて、もうずーっとこうやって、もうずーっと上がってきてた。長縄さんを、知ってたみたいな。長縄マリアさんが演じたキャラまとめてみました。へぇ、こんな人なんだみたいな。もう、ほんとやめてほしいんだろうな、ほんとに。あのね、皆さんもっとね、ちゃんとアニメ見てください。もう少し、そういうこと言ってる3パターンの人たちでもアニメ見て、もうちょっとちゃんとね、その決勝バンチャンが可愛いっていうのはもう至極当然なことなんだよと。
奇跡的なものじゃないんだよっていうのをちゃんと理解して決勝番茶を楽しんでください。もちろん僕も決勝番茶可愛いですよ。大好きです。はい、ということで、まあ、業務連絡ございます。田口エンターテインメントは今回コミケ C94 参加するわけですけども、まあ、コスプレブース参加しようかなと思ってます。初挑戦ですけどね、コスプレしたいキャラは、決勝番ちゃんのコスプレを、させてもらおうと思ってるので、まあ初日がちょっと仕事で行けないんですよ。初日が仕事で行けないから、まあ、11、12あたりにもしかしたらプラッとね、まあ、小1時間やろうかなと思ってるので、まあ、写真撮りたい方は声かけてください。まあ、無断アップロードとかやめてくださいね。写真撮って一緒に撮ってツイッターあげていいですかとか聞いてくれる分には全然僕も OK なんで。というわけで、以上で決勝番ちゃんに対する世間のそのお祭り騒ぎに対する一括の動画になりました。